こんにちは。寺山修司劇場、寺山修司メルヘン全集、時には母のないこのようによい。屋根裏の童話。あなたが思い出を売るとき、ある日古道具屋に一人の男がやってきた。裏ぶれた背広を着て、手には何も持っていなかったので、古道具屋の主人は不審に思って聞いた。一体何を売りたいんだね。すると男は答えた。売るものが何もないのです。ご覧の通りです。古道具屋の主人は、じゃあ何しに来たんだねと聞いた。ここは古道具屋だよ。古いギターや古い楽譜、古い猟銃や古い背広、いろんな古いものを売ってお金を払う。もう40年も長い間やっているが、何も持たずに売りに来た男は初めてだ。すると男は言った。僕の思い出を買ってくれませんか。思い出は僕のたった一つの古道具なんです。これには古道具屋の主人もびっくりしてしまった。思い出を古道具屋に売るなんて話は、この40年間には一度も聞いたことがなかったからである。第一、そんなものは商売にならないし、どう取り扱ったらいいのかもわからない。見たこともないものを買うなんてどうしてできるだろう。でもお願いです、他に売るものが何もないんですと男は言った。それなのにお金が必要なんですと。どうしてお金が必要なんだねと古道具屋の主人が聞いた。恋人に会うためです。恋人に？えと男は答えた。少し顔を赤らめながら、僕には恋人が一人います。その恋人が1年ぶりで地中海から帰ってくるんです。ピアニストなんですけど、演奏旅行に行ってたんですよ。なるほど。その恋人を出迎えに行くのにお金がないというんだな。ええ。古道具屋の主人は少しばかり同情した。若い頃にはよくあることだ。なんとか力になってやって、この男の名もないロマンスに祝福を与えてやることにしよう。そこで古道具屋の主人は男のをして思い出を取り出し、それがをしてお金を払った。無事に取引は行われ、男は思い出を売り払ったのである。男は眩しい青空を見上げた。体が少し軽くなったような気がした。さっぱりしたぞ。と、男は独り言を言い、思い出を売った古道具屋を3度振り返って、路地を曲がって消えていった。だがしかし、男のロマンスはうまくいったのであろうか。ノーである。男は港まで船を迎えに行ったが、思い出をすっかり売り払ってしまったので、自分の恋人が誰だったか、どんな顔をしていたかを忘れてしまっていたのだ。男は自分が一体誰だったかさえ分からなくなって、途方に暮れて船の入ってくるのを待ち続けていた。素晴らしい背広を着て、素晴らしいプレゼントを小脇に持ちながら、自分が誰を待っているのかを思い出せないというのは、なんと寂しいことだろう。男はそんな夢を見ているのだと思いたいと思った。相手が誰だかわからないのは、自分が思い出を売ってしまったからなのだと。線の少女。水平線を描いてごらんと先生が言った。少女は画用紙に一本の線を引いた。水平線ってどこからどこまで続いているのと少女が聞いた。無限だよと先生が答えた。そこで少女はその線を画用紙の外にずっと延長させていき、机の上から教室の床板に伸ばし、
そのまま線を引きながら校庭へ出て行き、町へ出て帰ってこなかった。鉛筆を持ってどこまでもどこまでも水平線を描き続けていく少女は、一体今頃どうなっちゃったかな。先生はちょっと心配になって顎を撫でた。コペルニクスの展開だの、アインシュタインの相対性原理だの、地動説だのに興味を持っているメガネをかけた中学生は言った。心配いりませんよ先生。地球は丸いんだから、水平線を延長させていって、地球を一回りしたらきっとまたこの教室へ戻ってくるということになるでしょう。バケガモ、先生は言った。あの子が地球を一回りしてここに帰ってくる頃まで、私はこの教室にいることができるだろうか。何年か経つうちに私もこの学校を定年で辞めてしまうかもしれないし、それに第一あの子だってすっかりおばあさんになってしまったら、帰ってきても見分けがつかないだろうからね。さて、水平線を描きながら少女はどこまでもどこまでも行くうちに、鉛筆がすり減って描けなくなってしまったので、海辺の小さな文房具屋で新しい鉛筆を買った。そしてまた水平線を描きながら孤独な線の旅をたどっていくうちに、一つの春が過ぎ、二つの夏が過ぎ、三つ目の秋も終わって冬がやってきた。とうとう黒人ばかりの住んでいるマダガスカル島までやってきて、そこでカラスオオアゲハチョウの採集にやってきていた一人の年若い昆虫学者と知り合い、お互いに好きになって結婚してしまったのである。二人はすぐに幸福になり、青い海の上で愛を誓い合い、船で本物の水平線を越えて遥かな遠い国へと旅立っていったのだった。それにしてもと白髪になりながら先生は言った。いくらなんでもたった一本の水平線を描くのになんと長い月日を要するのだろう。もう廃屋になってしまった古い校舎の雑草のぼうぼうと生えた教室で、一人ぼっちになった先生は今でも少女の帰りを待っているのだった。絵の宿題を出したのは私だから、その絵が提出されるまでは待っててやらねばならないと先生は思ったのである。校舎の外の青い海を見つめながら老いた先生は、いつまでもいつまでも少女の帰りを待ちながら、あてもなく日向の椅子に腰掛けてうたた寝したり、若かった日々の授業のことなどを思い出しているのであった。水平線は単純な一本の線だから、どんなに回り道をしても最後にはここに帰ってくるはずだと先生は信じて疑わなかったのだ。しかし少女は帰ってこなかった。少女はやがて妻から母に代わって遠い国で住み着いてしまったのである。少女はとても満足だったし、夫はとても優しかった。もちろんだからといって少女は先生の宿題を忘れてしまったわけではない。少女は描いてきた一本の水平線を我が子の哺乳瓶の周りへと伸ばしていったのである。すると瓶の周りをくるくると回った線は何遍でも同じところを回っていて、瓶の外に出ることなく同じ演習を繰り返し繰り返したどるだけだったのである。水平線は無限であるということを知ったとき、少女の一本の哺乳瓶は赤子にとっては欠かせぬものとなっていて、線はその外へはみ出すことなく、ただただ我が子の瓶を回りながら年老いてゆくばかりになっているのである。だから少女は水平線を見るといつでも悲しくなった。私の水平線は今は瓶の中に閉ざされているけれど、そのうちほぐれた糸のように外界へ伸びてゆき、きっと私の元来た少女の道へ戻る案内人になってくれるに違いないのだと思いながら、瓶の中へ入っていこう。さあもうないかねと太った瓶詰めの主人は急がせるように言った。詰まった
まった島の人たちは自分たちの身の上に起こったことのある様々な不幸について思い出そうと必死だった。空には雷雲が立ち込めて、草は風になびいていた。瓶詰め屋の主人は瓶の口を開けたままで集まった島民の一人一人の前をゆっくりと歩き、時々立ち止まっては、さあどうだと言わんばかりに目で促した。この瓶の中に島中で引き起こされるありとあらゆる不幸を全部詰め込んで、それを海に流してやろうと最初に提案した年の若い漁師は、最も熱心に瓶に向かって喋った。貧困、病気、戦争、そして嫉妬や軽蔑。蓋を取った瓶に向かって、バオバオと吠えまくったダックスフント氏の犬にも、何か人間たちの言語では理解できない不幸があるのかもしれなかった。私は不幸を口で言い表せないからと言って、毒ダミの鼻をつまんで瓶に投げ込む中年の婦人もいた。島の長である年老いた鍛冶屋は言った。ありとあらゆる不幸はこの瓶に詰めて海へ流してやることにした。そうすることによって島から不幸を追放できる。どんなものでも入れることのできるこの世でたった一つの瓶の発明は、きっとこの島を我々の天国にしてくれることだろう。裸足の少女はみんながそれぞれの不幸を瓶に詰め込んでいくのを見ながら思っていた。あの瓶は海を流れてどこまで漂っていくのだろう。どこかでここと同じくらいの大きさの島があって、そこの渚で瓶を拾った漁師が何も知らずに瓶の蓋を取ったとしたら、その島は不幸でいっぱいになってしまうのだろうか。日は暮れようとしていた。風が髪をなぶるように吹いて過ぎ去っていった。さあ皆さん、これでこの世の不幸は全部ですか。他になければ蓋をしますよ、と瓶詰め屋の主人が言った。ちょっと待って、と幼い声がした。一人の男の子が島の人たちの一番後ろから背伸びするようにしていった。僕も言いたいことがあるんだ。男の子はヤギを抱いていた。目には涙をいっぱい浮かべていた。僕のヤギ病気なんだ。ヤギが死なないようにして。ヤギの死だね、と瓶詰め屋の主人が言った。はい、ヤギの死という名の不幸ですね。これも吹き込んでおきましょう。主人は瓶を口の近くまで持っていき、ホラ貝でも吹くようにしてことさら大きく、ヤギの死という名の不幸と言った。そしてそれがこの島で一番最後の不幸なのだった。少なくともその時にはみんながそう思ったのだ。そして間もなく日が沈んだ。ありとあらゆる不幸を詰め込んだ瓶は島の長によって海に投げ込まれ、月夜の海に浮かんでいた。それが沖まで流れ出していくまでにはまだまだ時間がかかることだろう。みんなは安堵してそれぞれの掘ったて小屋の家に帰って行き、火を灯して汁を沸かし食卓に向かっていた。これからはもう不幸なんかないのだよ、と母親は一人息子に語った。納屋でヤギの藁を入れ替えながら男の子は口笛を吹いていた。これから人が生きている限り永遠に不幸がないのだよ、と。みんなその夜は和やかだった。ただ一人裸足の少女だけは岩の一番高い場所に立っていつまでも不幸の瓶を見ていた。病気もない、貧困もない、戦争もない、嫉妬も軽蔑も収奪も犯罪もない。小さな島には月の光が差していた。もう何の劇的な事件も起こらないことだろう。自分と恋人との間に邪魔をしようとする父親も、いつ別れるかもしれないという不安も
ないのか。不意の死も仲違いも、そして何の口論も起こらない毎日。空は青く晴れ、家族は皆健康で、小鳥がさえずり、すべての人が善意だけで生きられる。島の突端に立って海を見ていると少女はなぜか涙が流れて止まないのだ。